サワディーカー、 O2TV のせいやです。今回は、どうして O2 っていう名前にしたかっていうのがまだ自己紹介できてなかったんで、簡単に言っていきたいと思うんですけど、まずこの O2 っていう意味は Only One から来てる、この O と O ですね、 Only One の O と O から来て O2 っていう風にしてるんですけど、ちょっともじって一番大切なもの、酸素が O2 ですよね。だから一番大切なものの酸素と Only One っていうこの二つの、ワードをくっつけて、O2 っていう風にしています。なぜ僕が、Only One っていう言葉に惹かれたのか、そしてなぜこの Only One っていう言葉を、名前の由来にしたのかっていうのを、ちょっと経緯話していきたいなと思います。僕は、大卒で日本で J リーガーになれなくて、この先どうしようとか、いろいろ悩んだんですが、そこで海外の道を、大学の監督が僕に選択肢を与えてくれて、そこで2年3年っていう風にやっていくうちに、自分のやってきたことが今まで誰もやったことのないことだっていう風に周りの人から気づかされたんですね。っていうのも、せいやが歩んできた道って誰もやったことがない貴重な経験だよねっていう風にボソって言われた時があったんですね。それって今まで僕は自分自身では全然気づいてなかったんですけど、そこにその言葉がポンって入ってきたことによって、あ、自分のやってきたことって、貴重な体験だったんだっていう風に気づかされて、でそこでいろいろ考えさせられるっていうか、そのこれからどういう風にやっていこうかっていう風に考えていくきっかけになったんですね。でこれまでの僕はオンリーワンっていうよりもナンバーワンを目指してたんですよ。常に高校の時もそうですし、大学、そしてプロになった後も、高校1の大学1のミッドフィルダーになる、プロになった後も何かしら、得点を取りたいとかアシストをなりたいとかっていう風に思ってたんですけど、その言葉をきっかけにナンバーワンから誰もやったことがないオンリーワンとか、そういう風な言葉をチョイスするようになって、でそこでオンリーワンっていう言葉に僕は惹かれて、でさらにそのオンリーワンの道を歩む大切さっていうのをどんどん実感していくんですね。っていうのも、なぜナンバーワンじゃなくてオンリーワンの方がいいかっていうと、ナンバーワンを目指すって言ったらかなりの労力と努力が必要になるんですよね。僕みたいに無名で、そこまで試合も出てなくてっていう選手がナンバーワンを目指すってなったら、例えば僕が大卒でプロになれなかった、でも大卒でトップでプロになった選手っていうのは、周りの環境、そのトップのチームの選手たちとトップレベルの練習をするわけですよ。ってなったら、どう頑張ってもなかなか叶わないですね。でもそいつらに何で勝てるかって言ったら、勝てるかっていうか、争う必要がない場所に僕は移動したんですよね。そうすることによって違う経験もできるし、誰もやったことがない経験をすることによって人々に響くような行動とか、言動とか、歩んできた人生っていうのを伝えられたらいいなっていう風に思って海外に来たし、で海外に来た後もそういう、その言葉をきっかけにそういう行動にシフトチェンジしてみたんですね。でしたらどうなったかっていうと、そもそもナンバーワンになろうって思っていた時よりも心がすごい楽になったっていうか、メンタル状況がすごい安定し始めたんですね。なんでかっていうと、ナンバーワンになろうっていう時はあいつに勝たなきゃ、こいつに勝たなきゃ、あいつよりも俺がここが劣ってるからここ頑張んなきゃいう風に思うと、やっぱり自分が負けてるっていう風に思っちゃうんですよ。でそう思うと劣等感に常にあるっていうか、焦りですよね。あいつよりもいいプレーしなきゃっていう風にいつも常に思ってて、あいつに負けたくないっていう風な状態でプレーしてるっていう風になると、試合になってもう空回りしちゃうっていうか、努力してきたものが発揮されなかったりとか、空回りして監督に怒られたりとか、そういうのって多分皆さんも多いと思うんですよ。逆にナンバーワンになろうって思ってたら、あいつよりも俺は勝ってる場所があるっていう風な考えにも陥っちゃうんですよ。どういうことかっていうと、あの選手よりも俺の方がここが上手い、走れる、強い、速いって頭の片隅にそれが出てきてしまうと、どうしてもそこで妥協っていう言葉が出ちゃうんですよ。人間の心理というか、悪魔のささやきじゃないですけど、あ、じゃあ今日はいいや、10本のところ5本にしようとか、明日やろう、でまた明日になってからも、じゃあまた次の日やろうってなっちゃうんですよね。実際に僕がそうで、ナンバーワン目指そうっていう風にメンタル状態の中でやってると、人を見て自分を判断してするっていう風な考え方になっちゃうんですよ。でもその言葉をかけられた後にオンリーワンを目指そうってなった時に、やっぱり自分にしかできないことをやろうっていう風なシフトチェンジをするんで、別に周りの人がどうなっていようが別に関係ないんですよ。こいつが一番トップになってる、で自分よりも全然上の方にいるとか下の方にいるとか、そんな全然関係なしに、自分だけのペースで、さらに自分だけにしか歩めない道で努力していこうっていう風になっていくんですね。そうすると
別に周りを気にせず、周りの物事とか選手たちを気にせずに自分の夢だけに集中できるようになるんで、すごいメンタル状況が安定するんですよ。でその後にプレーの変化を見てみると、その中で僕はすごい波のある選手で、調子いい時はすごい調子いい、調子悪い時はすごい調子悪いっていう風な選手だったんですが、それがある一定のラインから平均よりもちょっと上のところでこういう風な緩い波になっていったんですよ。だからそうなっていくことによって、まあ、自分の評価も上がりますし、一試合一試合のプレーのクオリティが上がるんで、パフォーマンスもどんどん良くなっていくんで、自分のプレーの方にも影響をもたらしたっていう言葉がオンリーワンだったんですね。だからこれを見ている選手たちも多くいると思うんですけど、ナンバーワンじゃなくてオンリーワンを目指してほしいなっていう風に僕もそこで思うんです。やっぱりこのオンリーワンっていう言葉が20とかそういう若い時から気づいてればよかったなっていう風にすごい思って、若い頃っていうのは本当に負けず嫌いがいいとかそういう風に思って本当に比べられちゃうんですよ。そんな中でそういう言葉をかけられたことによって O2 っていう言葉を思いつき、この O2TV で、さらには僕が今やってるオンラインサロンの O2 っていう言葉にたどり着いたわけですね。だからそういう言葉の意味っていうのをまあ今回動画で紹介したんですけど、まあこれからもまあ O2TV と僕がやってるオンラインサロン O2、 そして小島誠也っていう選手を応援よろしくお願いします。そしてこの動画を見てくれたからには、やっぱりこのコミュニティでどんどんこれを大きくしていって、僕みたいな日本でプロになれなかった選手とかもどんどんこう海外に挑戦していく、サポートしていきたいので、ぜひぜひ登録して日本から海外に挑戦してほしいと思います。まあそこで海外に挑戦するってなると、不安とか、どうやってそのチームを探したらいいんですかとか、どうやったらエージェントを探したらいいんですか、どうやってチームと交渉したらいいんですかっていう風ないろんな不安とか、まあ治安はどうですかとか、その国のサッカーはどういう感じですかとか、給料はどうなんですかとか、物価はどうなんですかとか、そういう風ないろんな不安があると思うんですけど、それを取り除いていくコミュニティにしていければなと思うんで、僕からだけじゃなくて皆さんからもこういうことをしてほしいとか、こういうことを聞いてみたいとか、いろんなそういう質問とか、逆に僕がこうしてほしいんでこういう企画を作ってくださいとか、こういうこと喋ってほしいですとか、そういう風なことをコメント欄とかオンラインサロンに入っていただいて、まあ概要欄にも貼っておくんですけど、公式 LINE の URL 貼っとくんで、登録してもらったら個別に僕と LINE で話すこともできるんで、そこからいろんな質問とか話すこともできますんで、そこに登録していただくのもありかなと思います。まあ、本当に僕みたいに無名で J リーガーになれなくても、海外に挑戦の場を移すことによってプロになれる可能性のある選手、実力のある選手は絶対いるんで、日本には J リーガーになれない選手の方が多いわけじゃないですか。そういう選手っていうのは日本には溢れ返ってるんですよ。でもどうやって海外に行ったらいいのかっていうのだけわからない、それが知らないだけなんで、それさえ知れば一歩目を踏み出すことができるんです。だからその一歩目を踏み出すサポートっていうのを僕がしていきたいと思います。まあ一歩目を踏み出しちゃった後っていうのは、あとは自分次第じゃないですか。一歩目踏み出したら、まあ、あと進むだけなんで、本当にもう何が起ころうと、それもいい経験となり、まだ本当に苦しいこともトライアウトとか受けたりとか、全然知らない土地の地域に行ったりするんで、めちゃくちゃ労力は使うんですけど、まあそこには相談役として、僕は常に LINE とかで SNS とかでいろんな情報交換もしたりとか、こんな辛いことがあったんですよ、みたいな、そういう風なこともあるんで、まあ相談とか全然乗ってあげて、心のケア、メンタルケアとかもするんで、まあもちろん J リーガーを目指すっていうことを第一としてほしいんですけど、まあでもそこに行ける選手っていうのはごくわずかなんで、そこからどうしても漏れてしまう選手が多くいる。でもそこで辞めてしまう選手、働きながらアマチュアとしてやる選手っていうのはすごいもったいないんで、オンラインサロンに入って僕の経験談とかを参考にして海外にそれを活かしていけたらなと思います。そして皆さんでこのコミュニティを大きくしていけたらなと思うんで、チャンネル登録、そしてグッドボタン忘れずによろしくお願いします。では皆さん、今日はありがとうございました。バイバイ。